こんにちは、チョメです。今日はこのリータの帰還、廊下でリータスキーターに会おう、リータスキーターと話すをやっていきますね。で、この後に、ストーリーを、投稿します。本当はね、ストーリー、この、なんて言うんだろう、7分の1からやったんだけど、7分の1からこの後投稿しますね。リータスキーターと会う。まずこっちのサイドクエストからやっていきますね。久しぶり。裏ボスかな?なんか出てくるってことは大丈夫?ずいぶん遅かったよね、ミスター YouTube? その、何も聞きたくないわ。重要なことなら、すでに私の耳に入っているはずだし。あなたとは、メルーラスナイドが私の魔法使いコンテストに優勝して以来ね。日刊予言者新聞の表紙に飾ってから、あ、生意気な態度をとって、これ前のさ、サイドクエスト終わらしてない人は、これできんのかな?どうしてそんなに誇らしげなのかしら?ノクタン横丁のポイ捨て事情について書いた記事の方がよっぽど売れたのに。あ、そっちの方が楽しそうよ。まあ、不愉快な魔女のことなんてどうでもいいわ。元気にしてたお兄さんはまだ行方不明中。何よりも私に会いたかった。お兄さんはまだ行方不明中って、見つかったらもうすぐわかるでしょう。あなた新聞社なんでしょ?ここで何してるんだ、リータ。矛盾してると言ってることが。前に訪問した時に言ったでしょ?ホグワーツに関する本を書いているのよ。この学校の暗くて興味をそそる秘密を余さず見つけるために戻ってきたの。前の時に僕が知っていることは全て話したよ。わかってるわ、あなたの知識のなさにがっかりしたのを覚えてるもの。幸いなことに今回はあなたの知識に頼らないの。変わり者や弾かれ者ばかりが集まっているあなたのお友達を当てさせてもらうわ。わけがわからないよ。ダンブルドアからはホグワーツで聞き込みができるように許可をもらってるの。あなたが常に同伴しているならね。どうして僕なんだ?彼の不可解な思考回路を、思考過程を理解しようと努力したこともあったけど、もう随分前に諦めたわね。どうしてダンブルドアはあなたを同伴させたいのかしら?僕を信じてくれてる。僕の気を散らすため。僕を罰するため。僕を信じてくれてる。一番上にしよう。僕を信頼してるから、あなたが不快なことをしないように、僕にあなたを見張らせたいんだと思う。私は真実しか暴露しないわ、ミスター YouTube。真実が不快なことはよくあることよ。とにかく私の本の題材を考えると、あなたほど完璧な同伴者はいないわ。題材ってどんな?なんか選択肢が多いな。ああ、違った。ホグワーツは呪いや闇の生物、そしてあなたのような精神が不安定な魔法使いが運びる、はびこる場所と化している。この学校で最も危険な事案を目撃談と、含めて書いて、それを私の熱心な読者たちと共有するの。この場所がどれだけ衰退しているかを読んだら、校長を辞退させろって抗議が起こるわね。ダンブルドアが辞任を拒否したら、この学校は永遠に閉鎖されることになるでしょ。え、次の校長いないんだ。おめでとう、ミスター YouTube。歴史的瞬間を目撃できるなんてすごいこと。ダンブルドア先生死んだらもう終わるじゃん、じゃあ。ホグワーツの終焉の始まりよね。いやー、なんか嫌なことばっかり言うな。ハグリッドを訪れる。いつでも小屋に来てくれ、ちょめって。小屋どこ?あ、ハグリッドの小屋入れるようになってる。やったぜ。ハグリッドの小屋。早いな、リータ。お前、もう来たのか。いいね、これ。薪とかあるね。俺の小屋にようこそ、リータスキーター。会いに来てくれるとは光栄だな、ちょめ。やあ、ハグリッド。この匂い何なの?どの匂いのことだ?焼けた匂いか?それともカビ臭さか?鼻がおかしくなってんだな、もう。腐敗した匂いよ。ああ、それは俺の小屋の下に集団に住んで全長25センチのレタスクイムした。庭で採れたレタスを食わせてやってんだ。体があちこちで悲鳴を上げているからさっさとここから出ていきたいんだけど、その前にいくつか質問させていただきたいの。日刊予言者新聞の記事のためか?ん?執筆中の本のためよ。印税か?印税収入か?ええな。印税収入か。ダンブルドア先生についてか?それなら読みたいな。ダンブルドアのことも聞くかもしれないけど、あなたの危険な生物を収集したいという衝撃の方が興味あるわ。衝動ね。衝撃じゃないよ。衝動。ああ、何の話かわからねえな。この学校から解雇されたくなからは、情報提供に協力することをお勧めするわ。ひどいな、ほんと。じゃあ1時間会社ハグリッドと話しましょうかね。集中しよう。レタスクイムシがレタスを噛みちぎっている光景が頭にこびりついては離れない。ハグリッドを見よう。闇の生物を飼おうとしたことなんてね。そんなこと言ったのは誰だ?
ハグリとじっと見よう。あ、これヒガニだね。ヒガニとマンティコアを増殖させるようなんてバカがいるのか。リータの話を聞く。禁じられた森のケンタウロスとお付き合いがあると本当？あ、なんか出てきそうだね、ケンタウロスも。この辺読んだな。え？セストラルの群れに、あ、セストラルも合うかもしれんな。あ、この辺も読んだね。よし、どんどん行こう。リータをヘッドでカードゲームの一つや二つやったことがある。それがどうした？まあ、これはいいや、もう。じゃあ、ハグリの話を聞いて終わろうかな。俺はどうして禁じられた森生物を話しちまうんだろう。ケトルバー先生、苦労するだろうと。あなたのような大柄な人が子供たちの近くにいるなんて知ったら、親御さんたちは大変心配するでしょうね。あなたがホグワーツに持ち込んでいる危険な生物について知ったら、さらに動揺することでしょう。そして森に逃げて増殖すると。だが、あいつらは危険じゃねえ。お願いだ。誰にも言わないでくれ。俺の生物たちのことを書かないでくれ、チョメ。俺を助けられるって、あ、助けてくれるって言ってくれ。ミスター YouTube がどうやって私を止められるっていうの？話し合う。脅す。気を散ら、脅しましょう。ハグリッドは僕の友達が、ハグリッドに何かあったら、あなたの人生をめちゃくちゃにするからな。どうやって？あなたが今までやってきた不正行為を全て洗い出してやる。カマカギじゃなくて？嘘を含めて10倍悪毒聞こえるようにもする。でも、マスコミは敵に回さない方がいいぞ。そして僕の兄さんの名前を使って、その話をあなたの新聞社に送りつける。あなたの新聞社って、おい、敵の場所に乗り込んでどうする？驚いた、ミスター YouTube。あなたはジャーナリズムに向いてるかもね。だから、リータが勤めてる場所の新聞社に行かないと危ないよ。あなたと血の毛の多い獣のお友達は、今日のところ安心していいわ、ミスターハグリッド。ありがとうな、チョメ。俺と俺の可愛いペットを救ってくれて。ああ、ミスターハグリッド、それから、なんだ？お友達のアラゴグに、彼の秘密はもうすぐ、暴露されるって伝えておいて。どうしてそんなことしてるんだ。私の仕事は物事を知ることなの。私はとても仕事がうまいのよ。あれはきっと口癖なんだな。行きましょう、チョメ。そろそろ城の別の場所を調査したいわ。腐ったレタスの匂いが充満していない場所がいいわね。いや、なんか今回のサイドクエスト楽しいな。いろいろあって。森でトルブスに会う。え？トルブス。今なら会えるぞ、チョメ。信用できない奴は連れてくるだ。あ、信用できないけど連れてこよっか。いや、信用できないけどな。え、森の一部に広がる。いろんなところで入れるね。なんか楽しいぞ、すごく。いいね。このサイドクエスト楽しいわ。ここは君たちが来ていい場所じゃない。心配してくれて嬉しいわ、ミスター。トルブスだ。興味深いお名前ね。あなたの種族には、名字というものはあるのかしら。それとも全員そこら辺にある植物や星座から名付けられているのかしら。どうしてこの人間と一緒にいるチョメ。知らないよ。サイドクエストなんだよ。メタ発言やめよう。仕方ないんだ。これ以外に選択肢がないっていうか、ダンブルドアは僕のこの人にを見張ってほしいんだと思う。それにどう頑張っても結局飲み込まれちまうんだ、リータは。素晴らしいかしら。じゃなくて口にしたら母さんに怒られるぐらい悪い言葉を言おうとしたんだけど、だからまあ素晴らしいかなってことにしておくよ。リータと言ったのは目的は何だ？ジェイコブ YouTube をどうしたのか知りたいの。彼をどうしたのかだと信頼し手を貸したのだ。だがそのせいで私の人生はめちゃくちゃにされた。え、信頼？え、いつ手貸してくれたの？どちらかというとあなたが彼をそそのかした後、野獣のように怒り狂って彼を処分したと言った方が信憑性があるわ。初めてなんだけどトルブスと会ったの。本気か、野獣のような怒りだと、いくら人間でもそんなことを信じれるほど無知ではないはずだ。私の読者は信じられないくらい無知よ。ならず者のケンタウロスが禁じられた森に生徒たちを誘い込んでるなんて記事を書いたら何が起こる？え、なんで気づいたんだけどさ、本気なしで禁じられた森に入ってるんじゃないわ。あなたの群れのケンタウロスは一頭残らず首を打ち落とされると思うわ。ケンタウロスを野放しにしていたらダンブルドアの首もね。あなたが嘘をついてるって僕が言うよ。残念だけどあなたの家目を出したところで誰も信用してくれないし、理性に欠けてるとしか思われないわよ、ミスター YouTube。 トルブスが群れについて知っていることを全て教えてくれるっていうなら、そうね、この記事は書かずに私の胸にしまっておいてもいいわ。なんかいろいろ聞けるから楽しいな。これ何時間？1時間か。じゃあちょっと戻ろうかね。戻れる、これ戻れるね。森の一部に広がる林。あ、いいね。禁じられた森、ここ
入っちゃったよ、もうなんか知らんけど。チョメです。結構30ぐらいまで回復してきました。では行きますよ。1時間開始。集中する。なんかいいね、 BGM 聞こえるかな。ちょっと静かだからあんまり聞こえんかもしれん。イータは禁じられた森にいるどんな生物。イータを見よう。女性のケンタウロスとお話ししたいわ。なんでやねん。そこ変わんのかな。特定の草むら、薬草を燃やすと、星を通して、もうちょっと音量高かったらいいんだけどな。君に星の読み方を教えるのには何年もかかる。そういうのがあるんだろうね。どうしてフィレンツのことを知っている？特定の、あ、これはもう読んだね。占うことができるってね。危険な香りがする。危険な木か。よし、この辺はもういいや。流しますよ。じゃあ、リータを、おー、ぶね！え、マジで？足りないのこれ。嘘でしょ。困った時のトビーや。瞬時に戻るぞ。下っちゃった。これで足りるか？大丈夫？トビーのおかげで助かった。ゲット。やっぱマックスにしていった方がいいね。ぐだるわ。フローリッシュ&フロ、ブロッツ書店のバーゲンセールでも見つけられるような情報ばかりね。どんなバーゲンセールや。本当にバーゲンセールで見つけられるなら、トルブスを尋問するためだけに禁じられた森に忍び込まなくて済んだのにな。あなたが私よりもこのケンタウロスに好感を持っているような気がするのはなぜかしら、ミスター YouTube。今から禁じられた森に行くんだけど、ほうきで行くと思ってんだけど、サイドクエスト、すっかり、すんなり入れたね。気がするんじゃなくて、本当にそうだからだよ。そう、ならあなたのお兄さんとこのケンタウロスとどちらの方が好きかしら？一体何のこと？これサイドクエスト出すタイミング間違えてるだろ、ちょっと。私の腕があれば、このケンタウロスの人生を台無しにする記事をいくらでも書けるの。だけど、あなたの行方不明のお兄さんに関するすごい秘密を知っているのよね。ひどいこと言うな、お前、マスコミ。このケンタウロスの身の安全と機会に、あなたお兄さんの秘密を知りたくない？トルブスを守ろう、上だ。結構レベル上げてないとダメだね、これ。見れてない人多いんじゃない？兄さんの秘密を知るだけ、ためだけなのに、僕の言う友達が、あることないこと書かれるなんて、いつ友達になったの、あなた。ちょっと待って。今後メインストーリーで、このトルブスと友達になるんかもしれんな。当たり前の決断だよ。あなたの言うことなんて全く信用してないから、特にね。お兄さんが退学処分を受ける直前に何をしていたのか教えてあげられたのに。でも半分馬のお友達の方が大事だってことよね。だって人生壊すとか言うからいね。いろいろ迷惑をかけてごめんなさい、トルブス。他の人間がしたことを謝る必要はない、チョメ。他人の分まで謝っていたら謝る以外、そうそう、できない人生になってしまう。なんでチョメって知ってんだろう。ミスタートルブスは放っておきましょう、ミスター YouTube。だからもう今後会うね、このトルブスとは。彼の種族がホグワーツの集落にどう貢献したか教えてくれないなら、他の場所で答え見つけるまでよ。なんかリーター、ひでえな、あれ。ケトルバーン先生を訪れる。手が空いたら魔法生物飼育学の教室まで会いに来るといい。あ、じゃあ行ってみる？手は空いてないけど、忙しいけど行ってみるわ。ちょっと、スキーターがこんなところで何してんの？メルラ。嫌ってんのかな？チャーリー、リータスキーターにドラゴンの目撃情報を持ってないか聞こうかな。リータスキーターに僕の家族と例のあの人との関係を書かれたら嫌だな、バーナービー。ああ、みんな怯えてるじゃないか。いくつか質問させてくださいな、ケトルバーン先生。サラマンダーのことかな？いや、ニーズルか？それとも、水中人か？なんかいろいろおるね。あなたが、破った数々の規則と記録的な長さを誇る執行猶予についてよ。あなたがこの役職につけてるなんておかしいわ。それにこの城に近づこうとした人全員が危険にさらされてしまう。そうか、それなら君の質問に答えるのは授業の後にさせてくれ。やったぜ。わしが間違って学校に放ってしまった血の気の多い君らについては言わないでおいてくれ、ミスター YouTube。この会話聞かれていると思いますよ、先生。だよね。ああ、鋭いの、レイブクローに10点与える。わお。この時、話は苦労しなくても書けそうね。やったぜ、これも一石二鳥だ。これもたまるね。なんぼ？わあ、3時間で星5か。いいね、ケトルバーンと話、ちょっと待って。ケトルバーンと話す？これ授業なんだ。へえ。
よし、回復したのでやってみましょう。ちなみにこれ70ですね。じゃあ開始3時間。実演。いいよね、3時間で星5って。この授業中に死なない方法を実演する。しっかり見るように。あ、ちなみに夜です。あんまりでかい声は出せないね。あー、久しぶりリガニ。うわ、僕を攻撃しようとしたぞ。それわかんの？わしの片方の目。あ、早いな、溜まるの。40。予想外に早かった。集中だからちょっと計算してやろう。今9も使っちゃったからね。もしかしたら結構いい感じの線かもしれん。今日はこれで寝よう。もう何を必要としているのか観察する。餌だよ。ヒガニは何を必要としている？本人。もうこれ前やったからね。流す感じでいいかもしれない。みんなゆっくりだな、ほんと。このチョメが、あの、ヒガニに似てるな、ヒガニの上に。あ、ちゃんと台があるね、今回。前ね、なんか台がなかったんだよね。これで8。5はちょっと多いな。3でいいや。OK。ゆっくりだな。後ろは気をつけんいけんよ。炎を吐くからね。これは共感性でいいや。集中して、わかったよ。餌だよ、餌。まあ、撫でてほしいっていうのもあるかもしれんな。近い近い、怖いぞ、ほんと。まあでもね、ノロマだからね。後ろにさえ気をつければ大丈夫だよ。餌を探す。いつもここだよ、また。やっぱりここだった。ここだよって言っても見てる人わかんないか。でも前と同じだからね、これ。あと少し。1。1でいいと思う。うん。OK。これは、うん、勇敢だな。で、これ餌を投げるんだけど、でっかい餌を投げたら、あの、なぜかちっちゃい餌になるという。見とってよ。これでっかい餌を投げるからね。あ、違うわ。それ違った。もう一匹のやつだったわ。これは大丈夫。ヒガニはね、餌はね、ちっちゃくならない。OK。あの、草の名前忘れてしまったわ。何度も。おー、いいね。綺麗な花火だね。よし。材料を集める。きちんとした道具が揃ってないと、視力を失うぞ。まあね、行きましょうね。これ何度もこの授業をやるって嫌だな。でも、いつ視力失うかわからん。危ね。チョメです。真夜中なので、ちょっと小声実況になります。23時です。おしゃべりする。まあね、この辺ちょっと流していくね。お、1000ゴールドだ。ラッキー。きちんと世話をするには、まずその生物との絆を深める必要がある。これね、難しいんだよね。これ一番難しい、これ。前失敗したところを見せたよね。あ、浮いてる。こうやってね。ほら、これね、ちょっとね、慣れるまで大変なんだよね。後ろから火吹くよ。まあね、成功したら喜ぶだけだから、案外失敗したところを見せれてよかったかもしれん。動物をスケッチする。じゃあ、スケッチしましょうかね。モデルだね。まだ、だから浮いてるバグはまだあるみたいだね。よし、これでいいや。よし、寝るぞ。共感性。生物を細かく観察ね。これ失敗したらどうなるんだろう。ちょっと待って。ダメだな、今日もう。寝る前だからな。まあ、でも、あれだよね。ちゃんと、あの、ヒガニの授業では成功してるから大丈夫。メルロに笑われてるよ。ゲート。お、やっぱ5個集まった。やったぜ。わしは間違いを犯したことがある。それは認める。じゃが、生徒を危険にさらすようなまでは絶対にせんぞ。一瞬で生徒を殺せる危険な生物を生徒たちに頻繁に紹介してるじゃない。それ生徒のためでもあるよね。生徒が怪我をしないように、その生物たちについて理解し、そうそう。だってさ、わかんなかったらさ、わー綺麗だってさ、近づくかもしれないからね。校長はあなたの罪を幾度となく見過ごしてきたわね、ケトルバーン先生。もしかしたらダンブルドアが知られたくない秘密の間に生きているのかしら。ダンブルドア先生は全員のいいところを見てくださるのじゃ。たくさんの強みを持っている方じゃが、人のいいところを見つけられるのが一番の強みかな。
それはただの弱点よ。君が魔法生物だったとしたらどの生物になるかの。なんてバカバカしい質問なの。観覧車の人格を表す賢い質問なんじゃかな。ミスター YouTube なら答えてくれるじゃろ。え、答えるの。君が魔法生物だったとしたらどの生物になるかの。不死鳥になりたい。不死鳥だと思います。気がめいっていても何とかして気持ち、そうそう、あのね、チョメさんの場合ね、もうダメでもダメでもね、動画投稿どんどん続けるからね。ある意味不死鳥だよ。お、良い考えじゃ、ミスター YouTube。 もうどんなに再生回数が少なくてもどんどん続けてるからな、気にせず。不死鳥のように蘇るぜ。ありがとうございます、ケトルマン先生。あなたも、あなたの授業も私が予想して通りバカらしく危険でしたわ。私の本に書かせていただきますわね。写真が必要な時は言ってくれ。一番いい眼帯を巻いて出向かわせてもらう。返しがすごいな。溜まったこれ。ちょっと見る？あ、溜まったね、ちゃんと。次は？閲覧禁止の棚にいるく。図書館か。これ明日やろうかな。エネルギーもないし。じゃあ一旦終わりますね。こんにちは、チョメです。ではこれ、閲覧禁止の棚に行きましょうね。で、あとちょっと今回も小声実況です。音量はマックスにしてます。あなたたちに閲覧禁止の棚への閲覧許可を与えるなんて、コーチは何を考えてるんでしょう。そもそも閲覧禁止の棚なのに、誰かに閲覧許可を与えるなんて理解できません。確かにね、でも閲覧禁止の棚でしょ？一生閲覧禁止なんだね。私だったら図書館を完全に立ち入り禁止にしています。そうですか？ありがとうございます。マダムピス、ミスター YouTube と一緒に自由に閲覧させていただきます。何も触らないでください。だから一部の人のみ閲覧禁止だよな。何も触らずにどうやって調査できるというのですか？何も触らないでください。じゃあ魔法でさ、浮かしてからさ、レパリファージだったっけ？何だったっけ？なんかそんな感じのやつでさ、本を浮かせばいいんじゃないかな。あ、1時間だね。じゃあリータの話を聞こっか。この部屋は武器子も同然ね。まあ確かにな。何人のデスイーターが学生時代にこの部屋を利用したのかしら。この本には明らかに闇の魔術が載っている。リータは何か特定のものを探しているような気がする。なんだろう、これなんかちょっと奥行きがすごくない？ちょっとだけ。気のせいか。この本はどうして臭いんだろう。いや、やっぱり理由は知りたくない。この本に触るたびに変な気分になる。本を調べる。この本には明らかに、あ、もう読んだね。この辺も読んだ。じゃあちょっと行こっかね。終わりかな。もうコインも結構もう4万枚まで回復してたな。結構使ったの。ゲット。すぐ貯まるな、コイン。こんな本じゃダンブルドアがホグワーツを危険な闇の魔術にの保管場所にしたっていう推測しか裏付けられないわ。闇の魔術を理解せずに闇の魔術から身を守ることはできないよ。基地があれば何でもできるのよ、ミスター YouTube。 あなたのようなレイヴンクローなら分かっているでしょ。あ、まあね、レイヴンクロー知識のところだからね。ダンブルドアのインタビューが最後ってことになっているけど、別の人物からもっと情報を聞き出しそうなのね。あ、次ダンブルドアなんかな。じゃあだからダンブルドアのインタビューはあなたにお願いする。マジか。まだ僕を騙そうとしてるんだろう。あなたが出会う人は全員あなたを利用しようとする思っている方が賢明よ。あ、確かにね。さあ、ダンブルドア先生にホグワーツで最も暗い秘密を喋らせてきてちょうだい。じゃあ次校長室に行く感じかな。あ、ダンブルドアに会う。時計台の中庭まで来なさい。リータス、多分夜だと思う。あの、使い回しだと思う。あの、夜でダンブルドア先生立ってると思う。月夜で。ほらね。あ、ここに立ってたか。ここに立ってるのはちょっと予定外だな。ここの辺に立ってるかと思った。ちょっと違うね、いつもと。チョメ、リータスキーターと楽しい時間を過ごしておるかね。辛かったよ。正直に答えたよ。正直どうして僕が彼女の同伴をさせられているのかわかりません。教える立場にいないものから最も素晴らしい教訓を学ぶということはよくあることじゃ。さて、今度はわしが尋問される番じゃな。リータはホグワーツがどんどん危険な場所になっていることについて聞いてほしいそうです。
でも僕は全くそう思いません。せっかく舞い込んできたチャンスだ。しっかり利用しなさいちょ。今ならわしに何でも聞けるぞ。レイクピックのことを信用してる。何を探し、最後の原因は何かある。多分ね、禁じられた森の後だと思うんだよね。禁じられた森が3つ目だと思うから。どの呪われた部屋にも次の部屋に関する手がかりが置かれていました。最後の部屋は何が書かれてるんですか。確かなことは言え、ただ部屋を作るために多大な労力が費やされていることだけははっきりした。でもアップデが続く限りさ、部屋ってどんどん増えてくるんじゃない。それか新たなものが。そして部屋にかけられている魔法もこの上なく危険で複雑じゃ。部屋が閉じ込められているのが何にせよ、そこにかけられている魔法よりもさらに危険で複雑で恐ろしいものであることは間違いない。さて、その件はそのくらいにして、リータスキータについて話し合おうか。リータについて話したいんですか。空想的だと思わんか。それに彼女について面白い夢だけを話してると期待してるぞ。3時間か。こんにちは、チョメです。ちょっと服装を前のやつに戻しました。さすがにずっと同じだと飽きるかなと思って。で、こっちの方がさ、リアルの自分に似てるからさ、髪型とか。だからこっちにしました。ダンブルドアと会う。まあ、ダンブルドア先生だからね。あ、また戻ってきちゃった感じだな。中庭で過ごす。じゃあ一緒に過ごしましょう。やっぱこっちの方がいいわ、なんか自分に髪型が似てて。大半の肖像画もリータのことを毛嫌いしておる。ああ、あの肖像画か、校長室にある。リータがホークスから羽を引き抜こうとした。お、マジか。怖いな。それも研究材料っていうか、記事にしようと思ったんかな。レイクピックがリータに羽ペンを飲ませるかと思った。リータは無言呪文に長けておる。あれだけ口数の多い女性が。マジか、無言呪文ね。あ、これはもう読んだ。これ左下、タップ一応できるけど、おっと。よし、続けましょう。笑う。リータがフォークスから羽を引き抜こうとしておったのはほぼ間違いな。あ、さっきと同じだね。ちょっと休憩したからどこまでやったか忘れちゃったけど。これ足りるかな？あと20で。ちょっと不安だな。今から仕事行かないといけないからね。終わらなかったらちょっともう、次はね、次回はね、終わらないところからスタートするよ。10で、あと10か。ギリギリ足りるって感じか。困ったね。1,2,3,4,5 でしょ。あと3のやつを探せば大丈夫。1、ダメ。1じゃダメ。あと2だ。いや、これじゃ足りない。わあ、5もダメ。5もダメ。終わった。CM 見たらいいな。いけるな。CM 見たらいける。CM 見たらいける。これ CM 見たら止まるんだよね、録画が。ちょっとやってみる？録画止まったらすまんよ。ちょっと見るね。エネルギーを3受け取った。OK。これ録画止まってるかな？あ、一応動いてるな、録画。前、ホームページ画面に飛んだからかな。なんかね、前ね、この、怖いんだよね。無料動画を見たら、録画が止まってたんだよね。この後、見たら。ゲーッと。大丈夫かな？不安だな。普通なら人のことをこうやって話すのは気が引けるんですが、リータは常に誰かのことを悪く言っているのです。だから、録画止まってたら、音声のみです。そうじゃな。まあ、彼女は盗み聞きしておるからな。その罰が当たったと思うじゃろう。どういうことだ？美しい甲羅の姿もいいが、そろそろ本当の姿を見せたらどうだ、リータ。あ、ここにおるじゃん、リータ。わ、これ録画ミスは困るな。え、つまり？あ、なんかね、止まってんだよね、柱に。なんか虫みたいなのが。お、リータが出てきた。リータは変身術の複雑な分野を習得し、自由に虫に変身することができるのじゃ。あ、これで情報を集めてきたって感じか。なるほど。どうして知ってるの？私の仕事は物事を知ることなの。私はとても仕事が上手いのよ。ダンブルドアに自分の口癖を真似させられてる。私の本の最終章には誰もが読み吠えるような情報が必要なのよ。私がいなければ二人でいろいろな秘密を共有し、会ってくれると思ったのに。でも私のことを報告するんでしょ？報告？リータのように変身する能力を持つ者は必ず魔法省の動物もどき登録室に登録する必要があるのじゃ。実はチョメさんも、変身術使えるんです。高になれます。もちろん登録してしまえば、こっそりバレずに人の話を盗み聞きすることは難しくなるじゃろう。あなたたちだって規則を破ったことがあるでしょ？チョメもわしもきちんとした見返りがあるなら君の目、よーし、これで秘密を共有し合う中で大丈夫になったぞ。リータの秘密を黙っておいてやるべきだと思うか、チョメ。口外しない。ゆえだ。
これは利用できるかな。秘密っていうのはもう喋ったら秘密じゃなくなるからね。秘密を握っとくのが大事なんだよ。友達のことを記事にしたり、ホグワーツに関する嘘を広めたりしない限りは、黙秘を、秘密を黙っててもいいと思うよ。ね、これ大事なんだよね。賢い判断じゃちょめ。ホグワーツに入学してから随分と成長したな。お互い争ってもメリットないからな。レイムクロンに30点与える。ありがとう。随分とホグワーツに長居してしまったようじゃな、リータ。その能力を使うときはもっと気をつけることじゃな。目のつきく人間と出会ってしまったら、またすぐバレちまうぞ。お、クエスト完了。リータの帰還。ゲット。面白かったね、最後。大丈夫か？録画取れてるかな？じゃあ今回のうちきはここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。ちょっと仕事行ってきまーす。